こんばんは。こんばんは。皆様こんばんは。お昼配信ぶりのショールームです。今日はメイクさんに髪の毛を可愛くしてもらいました。もう巻き取れちゃったんですけど、巻いてもらってここをハーフアップにしてもらったんよ。今日はメイクさんに永田しおりさんの写真を見せて、最新シングルの12月に発売される最新シングルの永田しおりさんの写真見せてしてもらいました。こんばんは。寒いですね、今日も。誕生じゃないや、誕生はまだ読むの早い。ギフト、ふくちゃんお疲れ2個、おたけさんバラ、スプマンテさんかわいい3個、おすじくんレインボースター、陣内さんお疲れ、新一さんお疲れ、陣内さん、雪の結晶、しんさん、新一さん、福ちゃん、ガトーショコラさん、タカさん、雪の結晶ありがとう、福ちゃん雪だるまありがとう、新一さん I love you ありがとう、ともっちさんレインボースター、さわっちょさんお疲れ、クロさんハート、ラクさん小判ありがとう、陣内さんかわいいありがとう、マクールさん、雪だるま、さとこさん、ハート、右たびぽさん、結晶、おたけさん、アイラブユー、ありがとう、カエルぴょこぴょこむぴょこぴょこさん、レインボースター、しんちゃんさん、結晶、ともっちさん、ハート、おすじくん、かわいい、かずやさん、かわいい、ありがとう、ミッチー、お断りです、こうさん、かわいい、ありがとう、さわっちょさん、結晶、ストーンブックさん、アイラブユー、しょうさん、アイラブユー、おみかんさん、かわいい、ありがとう、いっちゃんラブレター、風のフォンテンさんお断りです、こうさん雪だるまありがとう、しんいちさんハート、クックさん結晶、風のしんさんトナカイ、クックさん雪だるまもありがとう、いっちゃんお断りです、もりもりさんだるま、さとこさん I love you、 しんさん I love you、 こうさんかわいいありがとう、アルテミスさんハート、しょうさんラブレター、センさん、アイラブユー、カエルピコピコムピコピコさん、レインボースターありがとう、大吉さんハート、ポストさん雪だるま、フレーベさん雪だるま、ミフネさんアイラブユー、コナンさんアイラブユー、ありがとう、ポストさん結晶とハート、中田さんアイラブユーありがとう、いっちゃんお疲れと、レインボースターありがとう、ベンジャンスイズマインさん結晶、クロさん雪だるま、和樹さん決勝ありがとう、明日は福岡でリリースイベントがあります、明日はキャナルシティ博多でリリイベ無料だよって書いとこう、テロップ見て、もしかしたらたまたま通りすがりの方が気になるかもしれないのでテロップに書いちゃいます。明日はミニライブ無料です。リリースイベント、ミニライブは誰でも見れます。で、お話し会はグループお話し会と個別お話し会があって、お話をするには CD をゲットしなきゃいけないけど、ライブを見るのは無料で見れちゃいます。山さん、雪だるまありがとう。新一さん、だるま。メロンのあそこさん、I love you。風の新さん、めっちゃかわいい。ありがとう。いっちゃん、I love you。ありがとう。ジャーパングさん、決勝ありがとう。こんばんは。
パイの実さん、雪だるま、ありがとう。フリー観覧です。ライブはライブフリー観覧でございます。通りすがりでも見れちゃう。そう、キャナルだから、キャナルはなんて言ったらいいんですかね、こうショッピングモールとかを想像してもらって、ショッピングモールで2階とかからも見れたりするじゃん、ステージが。そんな感じです。だから上からも見れちゃう、下からは見れない同じ階か上からかなんですけど、下からはちょっと難しいけど、地面になるしかないけど、今のとこから見れちゃいます。山猫坊主さん、レインボースター、石川先輩、ハートありがとう。カードリさん、だるまありがとう。カラフルだるま、ちゃんと場所確認してきました。えらい、えらすぎる。無事に寝て、体調とか天気とか無事に来れることを祈りますね。流星さん、かわいい、ありがとう。新一さん、ペンライト。小鍛冶屋さん、ハート、ありがとう。長崎駅前にいます、今。長崎駅、アミュが、アミュと駅のあの距離が切ないぜ。流星さん、決勝ありがとう。おすじくん、タコありがとう。サゴーゾさん、小判。ノブローさん、ハートありがとう。 PR 舞台当選しました。わー、今日はクリスマスライブの当落発表されました。わー、当落発表でした。どうだったかな、当たったかな。全フロアのベスポジ確認済みです。え、強すぎない？会場の下見だけじゃなくて全フロアからのベスポジ確認済みは強くない？じゃあもうしっかり見れちゃいますね。もし第一候補誰かに取られても次の候補の場所に行けばいいってことでしょ。最強やん、もう優勝やん。持ち肌さん、ハート。カードリさん、小判、ありがとう。 PR 舞台、 PR 舞台。お、無事当選したのでいい石板であることになります。本当だね、次は席だね。全力で予定を調整中。あー、当選したらまた次の課題が。そう、マイキューさんね、マイキューさん今なんか元気だけど、体は元気だけどさ、元気じゃないみたいな感じじゃないですかね。ショールームとかはできるけど、ケホケホ出ちゃったりするから、そう、私も心配です。最近なんかそんなメンバーとね会うこともないので、明日もリリーでマイキューさんはいらっしゃらないので、マイキューさん幕張の人だから明日はいらっしゃらなくて、そうなのよ、私も心配です。クリスマスまでに治るといいけど、そんなすぐに治るものでもなさそうだし、ね、PR 舞台ラストライブなのに体調をさ気にしながらとかだと全力出せないかもだし、なるべく私も何かサポートできるように頑張りたいと思います。みつさん、決勝、黒さん、花束、ありがとう。全部外れた？でも亀子で外れた人はいないみたいなの見たんですよね。マジ？よさなこさん、お断りです。こんばんは。山崎さん、タワーが来た。タワーありがとう。タワー、新一さん、ゲームギフト。ハラカラさん、お断りです。コウジさん、決勝ありがとう。何タワー、タワー、タワー、
カメコすべて外れました。あれ？カメコ、どの席も人気なの？それか、あの初回の枠が決まってるだけで、他の次始まる当選の申し込みのやつでは当たる可能性があるとか、その今回の受付の枠が決まってるだけでみたいなのとかなのかな。マイバースデータワーおめでとう、お誕生日ハッピーバースデー、こんばんは、おめでとうございます。あ、トレードか、そうか、もう最悪トレードだよね。トレードも運だよね、あれタイミングと運だよね。お誕生日お誕生日お誕生日ハッピーバースデーだね。実況、実況は来週です。来週の13日の夜に DMM の誕生日実況しようという思っております。今日は明日リリーベがあるので、リリーベに向けて今日から前乗りとかしてる方はショールームを見ながらもう一個の端末で見るっていうのが難しいと思うので、今日は私はお家に夜いる時間だけど、金曜の夜はちょっと難しいかなと思って昨日にしようと思ったけど、昨日は昨日で愛子の生誕に行ってる方とかもいたし、だから来週にしました。でも来週の予定がまだわからないので、レッスンとか何かお仕事とか入ったらまた変わるかもです、未定です。かまちゃんアイスとハートありがとう、ろう人形さん雪だるまありがとう、こんばんは。ともっちたんアイスありがとう、アイス今日は、今日のアイスは、今日は2個、今日2個かもしんない、今日パセリアイス2個だ、少ない、少なくはない。昼にバニラアイスを食べて、さっき帰りにジャイアントコーン黄色を食べました。今日お仕事の現場にさ、いっぱいお菓子があって、あれ私の好きなやつ、食べっ子水族館、食べっ子水族館がねあってね、水族館しちゃいました。こんばんは、食べっ子、そう食べっ子水族館、美味しいよね、味がしみしみでいいよな。今日はねたまごっちをゲットしたんですよ。ちょっとメールで送ったけど、みんなに見せびらかしたいな。このバッグのどこかに眠ってますね。どこ行ったんだろう、私のたまごっち。 あった、じゃーん、食べっ子動物はビスケットみたいなやつで、食べっ子水族館はチョコレートです。たまごっちゲットした。でもさあのね、たまごっちのガチャガチャが、いや待って、まずタワーのお礼書いてから話しましょう。もう話し始めたら長くなるから、ちょっと一旦ね順を持っていきましょうね。なんかね、たまごっちのガチャガチャがさ、いっぱい種類があるみたいで、で私がずっと探してた、ここ1ヶ月ぐらい探していたガチャガチャもうやってないっぽくて、どこも売り切れで、で違う、また違う種類のたまごっちのガチャガチャが今日再入荷してるよっていう情報を、あのお仕事中に聞きつけましてね、行ってきたんですよ。
でもやっぱさ、自分が使ってた子供の頃に使ってたたまごっちの機種のやつがやっぱ思い入れもあるし欲しいなと思ったから、まあそれじゃないけど、まあ仕方ないか、もうそれはもう見つけられないから、まあ、これだけ1ヶ月近く探し回った記念として回してみようと思ってね、回したんですよ。回しまして、で、そう、その自分が使ってた機種じゃないタイプのガチャだったけど、その中でもこれ可愛いな、これ引きたいなと思ったやつがあったですね。出ろお願いと思って引いたけど、やっぱそういうの出ないじゃん、そんな運よく出るわけないじゃないですか。で、全然目当てじゃないやつを引いたけど、まあいいやってまあいいやってなった。これで諦めることにしました。1ヶ月間のたまごっち探しの旅、これにて完結です。長かったです。私がなんか使ってたたまごっちはなんかアンテナがついてるやつ、アンテナついてるタイプのたまごっちをね、子供の頃お母さんに買ってもらいまして、それを探してたんだけど、どこも完売しててなかった。なかったんですよ。こんばんは。ハッピーバースデー。そう、アンテナついてるやつ人気みたい。今日私が回したやつも再入荷って書いてありました。だからもし広島でたまごっちのガチャ探してる人いたら、今がチャンスですよ。再入荷多分すぐ売り切れちゃうから、多分ね、売り切れるんじゃなくて転売されてるんだと思うの。アメルカリとかで、アメルカリで高く売られてるんじゃないかなって思ってます。クロさん、アイラブユー、ありがとう。しんいちさん、ハート。スケーモンさん、バラ。マスク依存症さん、ハート。楓さん、雪だるま。たかしんさん、アイラブユー。サッタン、ハートありがとう。マリオ2さん、雪だるま。春坊さん、決勝ありがとう。ありがとう。バラちゃん、バラありがとう。アルテミスさん、雪だるまありがとう。アンテナがつくと、わかんない。たまごっち。わかんないけど、私がちっちゃい頃使ってたやつがアンテナついてるやつだったアンテナ付きのたまごっちだったから、ちょっとやっぱ自分が思い入れのあるやつがいいと思ったけど、そんな世界は甘くないですね。そらすよかさん、ハート。おみかんさん、 I love you ありがとう。かさん、決勝ありがとう。リリーベイクよは待ってます、よろしくお願いします。キャノルシティ、よろしくお願いしますオタク時代のパセリが通ったキャノルシティにアイドルとして行くとは、まさか。私がよく食べていた馬屋は元気だろうか。カズノシンさん、 I love you ありがとう。赤外線通信とかあったの？私さ、友達とかいなかったからそんなん知らんかった。そうなんですか、あれ通信用のアンテナだったんですか？うん、全然知らなかったですニョンさん、ハートありがとう。お寿司館選びありがとう飾り方持ってた。通信用だったんだあれって通信したことないや。心の困りごと相談室さん、ハートありがとう。友知さん、かわいいありがとうまさかのまさかのまさかの、そうだったのか。私は無駄な使い方をしていたのか。デザインかと思ってたよずっと。
参考案だったついでに研究生もあった。当たる人もいれば当たらない人もいるのか今回の当落。なんてこった。さまざまな人がいますね。2023年12月の8日8日金曜日、金曜日だって今日。シュロクマさん I love you ありがとう。 BD マンさんハートありがとう。秒針が飾りだと思ってた。それはどこの鈴木彩香さんの話ですか。鈴木彩香さんやんな。アンバさん I love you ありがとう。そう明日リリーベだよ。明日福岡でリリーベよ。メンバーはメンバー発表イエーイ。千穂さん、石田千穂さん、福田あかりさん、沖優香さん、工藤莉子ちゃん、高尾さやんごろう、パーコです。パセリです。6人で明日リリーベです。よろしくお願いします。 PR 舞台もどきです。 PR 舞台と思いきや違うっていう。イエーイ。ちなみに明後日はマリンメッセでお話し会とツーショット会があります。キャー、ツーデイズです。福岡ツーデイズしちゃいます。マモルさん I love you ありがとう、ありがとう。あかりんさんとはどのイベントも大体一緒だから安心感があります。あかりんさんがいると。あかりんさんはね、なんか MC のこととかこうがいいんじゃないとか、なんかさやっぱ自分もアイドル好きだからさ、あかりんさん自身もフェスの心得みたいなのをやっぱ誰よりも詳しいから、うん、すごく頼りになりますね。あと他のアイドルさんとかいらっしゃるフェスとか出るときはあかりんさんいろんなグループさんにお友達いるからさ、すごいなぁと思ってますね。明日は STU だけのイベントなので思いっきり STU の楽曲で盛り上がっていきましょう。ぴょん。山崎春のパン祭りさんハッピーバースデー、タワーありがとうございます。なんか色味がさ色味なんか謎色味になっちゃった。ありがとう。お誕生日お祝い、4回目のお誕生日お祝いですね。これからも一緒に年を重ねていきましょう。いつもありがとうございます。来年もお祝いしましょう。おめでとうございます。いっぱいいっぱいもりもりアイスとかケーキとか、アイスとかケーキとか、アイスとかケーキとかチキンとか食べてください。おめでとうございます。お誕生日素晴らしいわ。今日も誰かが生まれました。パチ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 。時すでにお寿司さんお断りです。りゅうちゃんハートありがとう。あらきっちゃんハートありがとう。時すでにお寿司さん I love you ありがとう。4歳、そうだ4歳かも年齢不詳です。パセリのファンのみんなはショールーム上では年齢不詳です。年齢不詳の皆さん
しんいちさん、お断り。おみかんさん、 I love you、 ありがとう。わー、リリーベで始まったから、リリーベで締めようと思って行こうかなと思ってるけど寝坊しそう。はぁ、寝坊するな。寝坊するんじゃないよ。起きるんだよ、気合で。でも疲れてるなら寝るのも大事だよ。寝て、今すぐ寝るならどう？どうかしら。しんいちさん、お断り。流星さん、決勝。ミッキーさん、決勝。コラスさん、決勝ありがとう。足の裏がつりそうです。つらないように応援してください。フレーフレー足の裏、フレーフレー足の裏。どうですかね。水分と塩分とって安静に。頑張れ頑張れ足の裏。わたるさん、ハートありがとう。スノーさん、決勝ありがとう。ねえ、これ開かない。このたまごっち開かない。頑張れ頑張れ足の裏、踏ん張れ踏ん張れ足の裏。開いた、じゃーん。これ初見なんですよね。初見たまごっちを引きました。じゃじゃじゃん。私が使っとったのはね、アンテナのやつ、たまごっち。アンテナ付き。正直何を使ったか全然覚えてないんですけど、なんかアンテナがついてる系のを使ってました。こういうやつ、こういうなんか先端に丸みたいな、こういうのを使ってた。これ先端が丸のやつか星のやつか忘れたけど、何かしらがついてるのを使ってました。いや、先端とかなかったかも。こういうのだったかも。こういう、何が正解か分かんないけどさ、こういうの、こういうなんかチョコンみたいなやつがついてるやつだった気がするんですよね、私が持ってたたまごっちは。でもこれが通信できるやつとは知らなかったですね。飾りと思って接してたもんね。え、これな気がするな。パセリが持ったの、全然覚えてない。私たまごっちのお世話すぐやめたんですよね。続かなかったもんな、たまごっちのお世話。でもキャナルシティで買った気がするんよね。明日のリリーベの会場で私が初めて買ってもらったたまごっちキャナルシティな気がしてる。違ったかな。キャナルシティのなんか移動販売みたいなやつ、違うのかな。キャナルシティ、こんばんは。クシャトリアさん、決勝ありがとう。違ったのかしらね、わからないですね。わからないね。お母さんに聞いてみようかな。卵ってキャナルシティで買ったことあるよねって、ちっちゃい頃。私が探し求めてた卵っちのガチャガチャがこれなんですよ。これを探し求めてて、でも今回今日パセリが回したやつがこっち、こっちの方。これはお母さんが持ってたの。このたまごっち実家にあって、これ数字のやつだから、これもいいなと思ったけど全然違う。これのこれが出ました。
なんかね、世代が違うっぽい。何種類かガチャガチャ出てて、今回やったやつの方が初代たまごっちらしい。パセが持ったのは何代目か知らないけど違うみたいでした。2004年から2006年シリーズかも、私が持ってたの。でもそんな種類があるってちっちゃい頃とか分かんないからさ、全然覚えてなくて。でもやっと見つけられたので満足です。イエーイ。すごい顔してる、見えますか、こんなみたいな顔してますってすごい、うん、すっごい瞳孔開いてる。歯むき出しの私は、私何っちが好きだったの、フラワッチが好きかも。フラワッチがやっぱさ、子供の頃って可愛いのが好きだからフラワッチかな。絶対定番だよ、フラワッチっていう。この子、このね、もういかにも好きそうみたいな、この子です。もういかにも私が好きそうなフラワッチ好きでしたね。でも子供の頃ってさ、見た目っていうか色じゃん、色で決めるじゃないですか。フェリキュアも何色が好きみたいな、キャラクターとかさ、そういう人柄とかじゃなくてさ、ね、こういうので決めるから私はフラワッチ。ね、かわいい、あれみたい、ウサハナウサハナみたいじゃないですか。ウサハナっていうのはサンリオの、ウサハナも好きだったんですよ、ちっちゃい頃。これウサハナって見てるじゃないですか。ウサハナも好きだったから多分その流れでフラワッチも好きだった。でもさ、サンリオキャラクターって実写化、何、テーマパーク行くと結構足長くてスタイルいいんだよね。スタイルいいですよね。マイメロディーとかもスタイル良いです。マイメロディー、マイメロ、身長高い。ピュー、めっちゃ足長いんですよ。美脚だった。前にマイメロディーと一緒にライブした時も美脚やなと思って見てた。めっちゃ踊りが軽やかでした。ピューロランドは結局行けなかったです。ピューロ、和友さんお断りです。こんばんは。そう、ダンスうまかったマイメロディー。今日はね、このガチャガチャと、ガチャガチャと筑前煮を買いました筑前煮買ったの今日。今日の購入品はたまごっちのガチャガチャ、無印良品の筑前煮、これは私大好きでよく買います。そしてこれはずっと気になってたやつ、やっと挑戦してみました。じゃーん、バターチキンカレー。ずっとさ、ショールームでも気になってるって言ったやつを買ってみたよ。美味しいかな、楽しみです、食べるの。これは来週ぐらいに食べようかな。明日明後日は福岡でお弁当とかありそうだから大事にとっときます。
そしてこちらじゃーん、私がいつも食べてるドンキに売ってるイワシの味噌煮、じゃーん、ドンキに売ってるイワシの味噌煮、じゃーん、ドンキに売ってるイワシの味噌煮、じゃーん、ドンキに売ってるイワシの味噌煮、フル買いました。97円ぐらい、じゃんじゃんじゃん、これすぐなくなるんです。私の主食これ、これとオートミールできてるから、ちょっとこれがね最近買いに行けてなくて、なかったのでイワシの味噌煮です。これがあるだけでオートミールにのせて食べればご飯が1食分済ませられるので便利です。とってもとっても便利です。ミスターさん、雪だるまありがとう。サノッチさん、決勝ありがとう。ループかと思ったじゃーん、よしのみさみです。じゃじゃじゃん、めっちゃ便利。缶詰って便利、すぐ食べなくてもいいっていうのが便利。これは2026年の4月まで持ちますね。保存食です。あとこの前ペネロペのエコバッグゲットしましたあのお母さんがめっちゃペネロペ好きで、ペネロペっていうのはこの子がペネロペなんですけど、このペネロペのことがお母さん好きだから、お母さんにペネロペのエコバッグプレゼントしたいな、でもお母さんエコバッグ大量に持ってるもんな、どうしようどうしようって結構3ヶ月ぐらい悩んでて、300円ショップにね行くたびに、ああいいなと思ってて、はあと思って自分用に買っちゃいました先週ぐらいに買いました、ペネロペ。トゥー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 のオープニングでおなじみのペネロペです。マー君 I love you ありがとう。アキモさん、決勝ありがとう。ジンレイさん、いいねありがとう。ペネロペ可愛いの便利です。あとね、パジャマ買いましたGU に行ってパジャマ買いました。私今着てるこれパジャマなんですけど、このパジャマをよく、これともう一個モコモコのパジャマを冬は着回してるんだけどね、やっぱこういうモコモコ系ってかさばっちゃうじゃん、かさばっちゃうなと思って、薄めのやつもちょっと欲しいなと思ってたら、なんか今日から GU セールしてるっぽくて、セールで1000円も安く買っちゃって買っちゃいましたね。買っちゃったよ自由で、じゃん、いちごテロンテロンのテロンテロンパジャマ、前持っとったけどボロボロなっちゃって古着で買ったんですよ。なんかテロンテロンのパジャマって今結構普通に売ってるじゃないですか。でも私が広島来た頃はどこで買ったらいいか分かんなくて、みんなどこで買ってんだろうと思って、ジェラピケとかかなって、でもジェラピケとかそんな、もう4年前のパセリはジェラピケとかに行ける、いやいやもうジェラピケとかもう片足も踏み入れられないよって感じだったけん、どうしたらいいか分かんなくて、古着屋さんでもうめっちゃ傷だらけの超安いテロテロのパジャマを買ったんですね、4年前に。でそれももう本当に買った時点で結構使いまくられてたので、さよならしちゃって、ちょテロテロ欲しいなと思ってテロテロ買いました。パジャマなんかイチゴがおしゃれ、イチゴじゃん。でも寒いかなこの時期は。
春になったらいっぱい着ようかなと思いますね。もっと暖かくなった頃に着るようにします。今こんなモコモコをいっぱい着たいと思います。めっちゃ暖かい。ともっちたん、かわいい、ありがとう。いちご、たけしさん、みきやくん、はと、ひろさん、ゆきだるま、ありがとう。はるりね、ショールームでもいっぱい登場するかもですね。じゃん、おすじくん、ハート、ありがとう。安いよ、元からの値段もさ、パジャマにしては安いだろうに、1000円引きだったの。1000円引きって何ですか、おかしいよ、安すぎだよ。 GU って最高だよ。とっちゃん、雪の結晶、しんいちさん、小判、風の神さん、結晶ありがとう。 GU にさ、590円の服とか売ってたよ、びっくり。セール安すぎ、買わなかったけど、安すぎだよ。定価1000円からの、うん、定価これは2490円からの1000円引きでした。キャー、自由。でもこの前までセールしとったんよ。でもまた今日からセールみたいなの言ってた、びっくり。ユニクロもこの前までセールしてました。ユニクロ感謝祭みたいな、ブラックフライデーかな、わかんないけど、しょっちゅうセールしてる気がするね。ありがたい、セール大好き、いっぱい着ちゃいたいと思います。イエイイエイイエイ。また1年後ですね、ブラックフライデー。あとは今日買ったものはないな、以上。あとアイスですね、アイスはもう食べちゃいました。もう腹の中にいますよ、パセリのアイスは。油断したらもうすぐ、もうダメです、私の体の栄養の一部になってる。腹の奥底に眠っています。阿部寛さん、何これ、坊ちゃんみたいなやつ、七三分け、七三分け坊ちゃん、ありがとう。何者ですか、初めて見た初見ギフト。七三分けの坊ちゃん、ここのパセリの画面上にずっと居座ってる、ここにいる、私の画面ではここにいます。しんいちさん、 I love you、 ありがとう。これはトロフィーかな、トロフィーギフト、リリーブ、うん、フリー観覧だから無料だと思います。観覧はね、観覧はフリー観覧。こんばんは、トゥー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 。イモケンピさん、決勝、山崎さん、レインボースター10個、ありがとう、ありがとう。あ、七三分けの人消えちゃった、画面上からいなくなっちゃった。ああ、私が変なこと言ったから気分を損ねてしまったかもです。ナルシさん、レインボースターありがとう、いなくなっちゃった。ライブは無料、リリーベだから通りすがりの方も見れちゃうよって、通りすがり。誰と遅いなっていうか、そのうち知ってね。何それ怖い、何何その
何そんな脅しみたいなやつ、何誰とお世話になってるか、たまたまあみたいな、なんだなんだ、お蕎麦おいしいのポストした、あ見ました、ありがとう、ストーチでリリーベね、したいですよ私も。まず私は PR 舞台でストーチツアーをしたい、ラストライブなんて嫌だ、ストーチツアーしたいってさ結成した時から言ってるのに、もう気づいたらラストライブですって言われてて、うん悲しいです、悲しい、ストーチのもっといろんなとこにさ行ったりしてさ、なんかあんまりメディアとかにも取り上げられないようないいところとかさ、いっぱいいっぱいこうメンバーも知って、ファンのみんなも知ってとかして、地元の方にも STU のこと知ってもらってとかしたいです。ふいー終わっちゃうらしい。こんばんは、クロさん、バラありがとう。うん、でも私にそんな決める権限はないから、そうだよ、権限はないですね。ダーソクさん、アイスありがとう。こんばんは、うん、あちこち行きたいですね。メロンのあそこさん、バラありがとう。そうね、出張公演も AKB さんと NGT さんも行ってない。そうでも出張公演は終わったっぽい、もう全部終わったっぽい。こんばんは、おきちゃんと単純植物やってる時は権限あるかと思った。あれはパセリのリクエストじゃないですよ、あれは。でも私練習の時はデートだったかな、違うメンバーとペアだったんですよ。でもやっぱさ公演メンバーって日によって違うから、あのお互いできるポジションで多分組まれてて、スタッフさんがそうポキパセで組んでくださってた。たまたまですね。こんばんは、グラさん、キャンドルありがとう。私も入ってからこういうことやりたいとか、こういうのしたいなとかあるけど、やっぱ自分が何か活躍しない限りは難しいよね。実績を残して、オオカミとプライドね、またやりたいよね、オオカミとプライド。この前の SKE さんと STU の合同ライブでマイキューさんがオオカミとプライドしてました。同じ衣装で。ご飯担当、ご飯担当もコリゴリ、もうそれはもうコリゴリですね。偏食が集まる PR 舞台でのご飯担当ちょっともう大丈夫。こんばんは、千穂ちゃんから飛んできたよ。千穂さんから来たの？いえ。こんばんは、
合同ライブね、楽しそうだった。なんかレッスンが楽しそうだったね。コールがすごかったと聞きました。コールの声量すごい。コール、あのいつも毎回公演で披露してるフラストレーションとかもコールあるんですよ。知ってますか？ SKE さんの曲なんですけどコールあるんですよ。でも分かんないよね、難しいよね。みんなわかる。ひなさん、もうひなさん可愛すぎてね、ひなさん、可愛いってなりました。 SNS でしか見てないけど、でもライブ映像もね見せてもらったんですよ。一部分だけで、ちょっとだけ見せてもらったけど可愛かった。なんか里加穂さんも可愛かった。10月発売のグッズ今日届いた。おお、10月のグッズが12月に来ました。おお、今月のやつも出るかな。お話し会から発売とかかな。こんばんは。そう、来年の1月に放送らしいです、この前の合同ライブ。ん、カレンダーね、カレンダー届いて報告見ました。ありがとう、ありがとう。福岡で初めて見たけどこれ楽しかったです。バンビさんのファンの方ありがとうございました。なんと明日も福岡に行きます。3週連続福岡のラスト週、あっという間だった。3週連続福岡だった。コールの時超絶可愛いパセリで合ってますか？合ってます。パセリのコールはパセリで合ってます。いっぱいコールしてください。ありがとう。こんばんは。谷本香音さん、決勝ありがとう。カレンダーね、早かったね、カレンダー届くの。先週ぐらいに発売された気がしたけど、もう届いてるんだってびっくりでした。驚き。福岡ね、そうだよね。遠い方は幕張も、来年幕張のリリーベもあるから、関東勢の方ぜひ来年も。パセリはいないけど、マイキューさんとかいろんなメンバーいるやつ、来年もリリーベあります。カズノシンさん、尊いありがとう。荷造り、わあ、荷造りしてない、やばい、やばいですね、やばいな。荷造り忘れてた、やばい、どうしよう、どうしようね。 AKB さん新曲、ゆきりんさんセンターだった。卒業シングル、選抜発表のメンバーが、なんか選抜復帰してるメンバーもいれば、新選抜のメンバーもいたりして、また新しい感じになってましたね。パッキング、パッキング、うー
頑張ります。頑張っちゃいます。荷造りな、荷造りをするときに一番悩むのが服。どんな服を持ってったらいいんだろうって悩みます。でも今回はなんと私服じゃないのでもう最悪どんな服でも布さえ着てればいいって感じだから、まだ悩む時間は少ないかも。服をさ、前回のお話し会が幕張だった時とかは何を着たらいいんだっていうのですっごい悩んだから、 1,2 時間を悩んだから、サンタなので大丈夫、何かしら着れればいけます。そう、決まってるの。そうなの、サンタなの。明日は衣装、10枚目の衣装です。明日はお衣装、明日はこの衣装にこの髪型です。明後日はサンタちゃんです。だからもう服は、何しようかな、何がいいかな。明日は日中よく晴れて暖かいらしい。わー、ありがたい。暖かいのがいい。暑すぎず寒すぎず、ちょうどいいのがいいな。そうだよ、白のダウン着るから本当に何でもよくて、今日もお仕事行くときはズボンが裏起毛のズボン裏起毛のズボンに中はニットでダウン、完璧完璧ですと思いきや、今日はその無印良品に行ったんですけど、無印良品行ったらやっぱ室内だから暑かったよね。ダウンのチャック開けた瞬間、今日短めの丈のニットを着とったんよ。したらシャツヒートテックと白いシャツがもう全部出ててズボンから、もう激ダサダサの格好で私はパルコを歩いてました。広島のパルコ、広島のさ一番おしゃれな人が集まる場所多分パルコなんですけど、パルコをさ、ダウンがあったからまだ良かったものの、もう一番ダッサい格好で歩いてて恥ずかしかった。ミスターさん、バラ、ジロー君お断りです。みんなも気をつけてください、ヒートテック丸出しとか。恥ずかしい、油断してました、ダウンがあるからって。写真撮っとけばよかったよね。でも今日のメールで送った自撮りに写ってたんですよね。送ってから気づいたんですけど、メールの写真見返したら、いやシャツ出てんな出てた、この時点で気づかなかったんだと思って。あれは家を出る前、買い物に行く前の時点で結構出てて、そこから気づかず普通に出かけてて、恥ずかしい、恥ずかしいね。離島の木の江温泉さん、ハートありがとう、こんばんは。チェックしてみてください、恥ずかしいけど映り込んでますね、恥ずかしい。しかも今日メンバーと会ったんですよ先輩メンバーの何人かが向かいから歩いてきてて、だからもしかしたらその時もシャツとか丸出しだったかもしれないと思って、めっちゃ恥ずかしい。もう全然さ、知らない人に見られる分にはさ、もう一生出会うことないかもしれないし、 ST のパスリーってのはバレないかもしれない、バレてないことが多いと思うから全然いいんだけどね、先輩とすれ違ってるからその時にさ、えみたいな思われとったら恥ずかし
恥ずかしいですね。でも一瞬だった、すれ違った。ストーツのミニマロンさん、 I love you、 ありがとう。 I love you。 こんばんは。今日10時までしたら終わるよ、終わるよ。うん、缶詰を収納しなきゃいけない。なんかショールームでさ、購入品紹介とかした時さ、配信終わった後に片付けたりするのがちょっとめんどくさいです。いつもは玄関に買ってきたものを置いて、そこで台所とかにさこう収納したらいいけど、紹介した後って一回ソファーに置いちゃってるから、配信終わってすぐに動かないと絶対一生ここにあるじゃんね。置きっぱなしにしたらどんどん汚れちゃう部屋が。早く行動しなきゃ、早く食べたい筑前煮。そう、配信終わった時って結構虚無です。何やってんだろう自分ってなる。バイバーイって言って配信終了ボタンを押した瞬間が一番虚無かもしれない。なんか画面に自分が映ってるだけじゃないですか。みんなもおやすみとかコメントしてくれてたのに急にいなくなっちゃうから切ない。おすじくん、ラブレターありがとう。こんばんは。めちゃめちゃ虚無虚無ですよ。山崎さん、レインボースターありがとう。オンライン話し会、オンライン話し会は私の方もだよ。みんなもなんかそれでさ、パセリとか言って話してる途中で消えちゃうもん。何の話だったんだろうってもやもや気になる。お互いぼっちか、あそうか、織姫と彦星やな。毎日会えるタイプの文学少女のアクスター、目の前に置いたままになってる。それはいいよ、アクスターは見つめ合えるってこと。見つめ合えます。筑前に作れます。広島来て作ったけど全部食べきっちゃったから作るのやめました。やめちゃいました。もう材料費がかさむかさむ。食べきってしまう、おかわりしちゃうのいっぱい。作り置きなんてものはできません。ウォッカさん、ハートと結晶、アシーさん結晶ありがとう、ありがとうございます。料理はできないけどレシピを見たらできます。レシピさえ見ればきっと何でも作れるはず。でも待つ系は苦手です。何時間待ちましょうとか苦手、早く食べたいから待てなくて、あの早く作っちゃって失敗する。時間通りとか苦手かも。パシに出すクリスマスカード、楽しみにしてますね。ありがとう。クリスマスだね。どこ歩いてもクリスマスツリーが飾ってある、いいよね。新一さん、ハートギフトありがとう。そう、焼くとか炒めるが結局一番楽です。 PR 外れました。なんで、リベンジ待ってます。リベンジ、申し込みがあとどれくらいあるのか分かんないけど、リベンジ、最悪の場合トレードでも待ってます。ラスト PR、
ってほしいよね、みんなに。当たってる人はめっちゃ当たってるのにね。え、クワドリさんハートありがとう。やっぱりさ、ラストにするべきじゃないのかもしれないじゃんね。ラストにせずにラストライブパート1とかにしてみんな見てみたいよって方が悔いなく終わった方がいいよ。黒さん小判ありがとう。ラストラスト詐欺、ラストラスト詐欺したい。ラストだよ、ラストだよ。PR 舞台ね、当ててください、当ててよ。へー、こんばんは。兵庫ね、行きたいです。行きたいと言っても難しいのかもしれません。私がちょっと待った勝手に発表するやつ。そうか、やっぱそうだよな。スーパーカップのとことんショコラ食べてます。マック以外も食べるのね。マック以外も食べてるのね。ちょっと安心しましたよ。7周年コンサート、そうだね、7周年コンサート。でも7周年でエガちゃんやるとも限らないもんね。前はさ、リリース期間中だったからどのライブでもエガちゃん披露したけど、もうだって今回のシングルのカップリングの披露とかになりそう。次のライブは1期生曲、2.5 期生曲、3期生曲ってなりそう。どうなるかな。7周年コンサートあるといいですね。だって毎年あるとは限らないじゃないですか。あるといいな。前回は6周年の時はリクアもあったし、どんな感じかな、するとしたら。エガちゃんでもそろそろ笑顔のチャンスも違うメンバーが披露するターンとか来そうじゃないですか。今はずっと折り面でやってるけど、そろそろ PR 舞台メンバーじゃないメンバーが披露したりとか、あの衣装を着たりとかするのかもじゃない。マポスさん I love you ありがとう。こんばんはね。次のリクアは鬼滅曲がどうなるか。でもリクアはもうしばらく何年かやらなそうじゃないですかね。えがちゃん、そうだよ、みんなの曲。いっぱい歌ってほしいです。なんかショールームとかでも歌ってくれてるメンバー多くて嬉しい。サッチーとか弾き語りしてくれてたりして嬉しいです。とってもこの前ユキリカ歌ってましたよね、カラオケ配信。こんばんは。あ、今日の昼配信でさ、あの話してた恋ラジのお便りのテーマ、やばい、どうしよう。今年の流行語、今年のパセの流行語なんだ、どうしよう。ブログを提出しなければなりません。
パセリ的流行語なんだろうな、何かしらな。あ、パちゃんにするって言ったか。パちゃんに決まったか。パちゃんになったね、そういえば。まるさん、I love you、 ありがとう。ハートもありがとう。そうなんよ、お断りマイスもさ、全然去年も一昨年もじゃないですか。スカイホエールさん、 I love you、 ありがとう。りょちゃん、ハートありがとう。まつげパーマ、でもまつげパーマはもう2年ぐらい前から通ってたんですよ。実は通ってて、で毎月何千円も払うの高いからやめてって言ってまた始めた。実はね、ずっとやってます。まつげパーマはなんか美容院みたいなものなので、流行りとかではないかもしれない。月に1回美容院に行くみたいな感覚で行ってるから。そう、最近マツパするメンバー多いんです。多いんよ。でもね、あのメンバーあるあるなんだけど、マツパに行く時期と行かない時期が発生するの。私もそうだったんですけど、マツパにね、一回行くとずっと上がってるからいいんだけど、落ちかけの時期が一番めんどくさいので、まつげのばらつきが上がってるのと下がってるのとあって、そこにさ、マスカラって言ってまつげのこうメイクするやつを塗るとばらつきが出て汚く見えるんですよ。ダマができたりして、だからそうなるのが嫌だから、最初からマツパ行かずに自分でこうやってビューラーって言ってまつげ挟んでギーンって上げるやつで上げるっていうメンバーもいるし、でもやっぱめんどくさいからマツパ行こうみたいな、私みたいな人もいます。寝起きでも上がってるメリットと、お金がかかるデメリットと。そう、まつげ、まこばやさん、雪だるま、ありがとう。そう、まつげ、今日まつげめっちゃ上がってる。こんばんは。パちゃんでいいかな、流行語。パちゃんで提出しちゃおう。提出、パちゃん。パセリの2023年流行語、パちゃんに決定です。パちゃんの名付け親はね、サイヤンなんですよ。マツパしてマスカラ、うん、マスカラはまつげを上げるためのじゃなくて、まつげに束感を出したりするやつだから、色つけたりとか、だからまつげが上がってるのとマスカラはまた別ですね。別だね。パチャン、そう、マツパ結構高い、結構高くて結構困ってますね。困っているよ。パシェ、パシェは去年一昨年、去年でもレイカちゃんがいた時だから2年前かな。パシェの名付け親はレイカちゃんだから、レイカちゃん卒業してもう1年半ぐらい経つ、2年ぐらい経つ、2年経つか、だから2年前かな、あれは。
そうだよ。なんかパちゃんもパシェもソラハさんが作ったって思ってるメンバーも多いんですけど、メンバーもあのソラハさんが呼び始めたやつとか、ファンの方もソラハさんが呼び始めたみたいな思ってるけど、実は違いました。そう、あきもさんハートありがとう。まだ入ったばっかりぐらいの時かな、入って1年目ぐらいの時に、なんかね、ユキリカのことはリカチみたいな、そんな感じでいろんなメンバーのことをなんか独特のニックネームで、甘えん坊な子だったから甘えん坊な感じで呼んでくれてて、パシェリーみたいなからのパシェだと思います。それで生まれたパシェ。パちゃんは急にサヤが呼んできた。パーコとか。でもオパちゃんもオパちゃんもリコチが呼んでるけど、オパちゃん別に流行ってないもんね。流行語って言われたら別に流行もしてないもんな。ねえ。パセ太郎？パセ太郎は。パセ太郎誰が作ったの？パセ太郎。おばちゃん、おばてぃ。そう、最初ね、おばちゃんって言われてるかと思ったんですよ。おばちゃんって言われてると思ったらおばちゃんだった。パセコちゃん、そう、パセコちゃんって呼ばれるリコちゃん。パーコ、パちゃんかな。なんかどんどんさ、年々ニックネーム増えてる気がする私。パセリからどんどん派生して、本名から全然関係ないニックネームが増えてる。パーコとか、パーコ一文字も入ってないもん名前に。尾崎セリカって言うんですけど私。パーコ、パもコも伸ばし棒もないのに、もはや誰なんですかっていう。どんどん増えてますね。来年もまた増えるかもしれません。お楽しみに。でもパーとか呼ばれる。パパガーとか。あ、今日サイヤンがパって呼んでた。なんかリコちょっと帰るよみたいな、そろそろ帰ろっかとか言って、パモみたいな、パモ一緒に帰るよとか言うと、パモって言うの。もう全てを省略してた。パモ、パセリもって意味ね。パセリも一緒に帰るよ、略してパモ。どんどん略されていく、やばい。パモちゃん。誰、みんなは、みんな私の名前忘れないでくださいね。ちゃんと覚えといてくださいね。尾崎セリカって言います、私。そう、生誕のうちはパだった。でもあれは分かりやすい、とっても良い。この前お見送りでポって書いてるうちわの方が、なんかパセリの時に頑張ってポの上の線をこうやって消してパにしてくれてた。優しさを感じた。頑張ってポの上の一番上の線消してくれてて、頑張ってた。横に沖さんいるのに。頑張ってたな。うん、優しさを感じましたね。パちゃん、
そうなのよ。バレてるとかじゃなく、もう横にいるっていう。パトポ。でも確かに付け足すよりこうやって隠す方がいいのかもしれん。うちわの裏返し、もううちわの裏返しは大量におりますので、もうお見送りとか、みんな頑張っとるわ。うちはね、お見送りみんないっぱいおしめおるんやろうなみたいな。私のとこに来たことない方とかでも、この方いつもうちは何枚か持ってるなとか、なんかいつも頑張ってめくっとるなみたいなのはもう覚えてるから、あの頑張ってってもう必死すぎてさ、自分が持ってるうちは以外のメンバーのとこはもううちは見とるんよ、その方も。なんか頑張れって思って私も見てますよ。次の推しメンまでに間に合うといいねって思って見てるよ。だからそんな人は知らないかもだけど、こっちはもう勝手に一方的に認知して、あ、いつものうちはいっぱい持ってる人やって思って見てますよ。堂々と2枚持ってます、いいよ、堂々と持とう。もう今更隠したって全部バレちゃってんだから、堂々としましょう。うん、個性です、個性、個性だよ本当に。なんかさ、ももちゃんのファンの方とかはさ、他のメンバーもものポーズとかしてありがとうとか言うけどさ、パセリ推しの方って他のメンバーにどんなことされてるんですか？普通に手振られてますか？ももちゃんだみたいな。この前のももちゃん生誕祭とか、ももちゃんのファンの方がやっぱ多かったから、ありがとうございましたとか言ってるけどさ、パセのファンの方は何されてるの？どんなことされてんだろう。私自分のところにいる時のみんなの姿しか知らないけど、他のメンバーの前での皆さんの姿は私知らないんですよ。何知ってますか？鼻の下伸ばしてますか？鼻の下伸ばして、あ、可愛いな、なんとかちゃんって思ってる？言えません。内緒か、内緒なのね。手を振るだけです。手を振るだけか、会釈。気持ち、何それ、会釈してんの。リコちゃん、あ、工藤リコです。あー、ちゃん柄の、確かにちゃん柄で当たったやつね。パフォーマンスによる。おお、おお、そのタイプもあるのか。だいたい口がパッて言ってる。何？鼻の下1メートル伸びてます。やばいじゃん、鼻の下で雑魚を稼いどるやん。体のほぼ雑魚やけど、その雑魚を鼻の下の長さで稼いでる。マスクいいね、止められてます。リネ、ちょっとリネしかマスクは褒めない。もう宇都宮リネは何でも褒める。マスク、白マスクも褒めちゃう。明日キャナル行けたら行きます。わ、待ってるね、ありがとう。キャナル行けたらで待ってるよ。もし来るなら風邪ひかない格好でぬくぬくで来てね。多分日が沈む時間帯だから、日中よりは冷えちゃうと思うので気をつけて来てね。
明日リリーベで初めてパセリさんに行きます。緊張します。初めてパセリ、ひゃー、よろしくお願いします。照れちゃう。そんな、でも緊張しなくていいです。よろしくお願いします。わあ、ドキドキだ。初めてパセリ、初パセリ、ねえ、ドキドキです。リリーベ、リリーベ、寒そうだよね。川沿いですよ皆さん。キャナルシティは川沿いだし、噴水があって水とか多いけん、なんか風が冷えてそうなイメージ、冷えてそうなイメージです。だから暖かくしてきてくださいね。よろしくお願いします。終わる時間だね。ありがとう、教えてくれて。それでは、それじゃあ終わらなきゃ。荷造り頑張りたいと思います。ありがとう、昼配信夜配信と。明日いつ配信できるんだろう。帰ってから配信できるか。リリーベが終わったらまた配信で会いましょう。ありがとう、うさきさん、決勝ありがとう、大吉さんハートありがとう。では壇上いきます。13位コウさん、12位しんいちさん、11位クワドリさん、10位陣内さん、9位おみかんさん、8位ともっちたん、7位いっちゃん、6位りゅうせいさん、5位よそなこさん、4位おすじくん、3位阿部ひろしさん、2位かずのしんさん、1位今日がお誕生日の山崎さん、やまぱん、ありがとうございました。それではまた明日会いましょう。おやすみなさい。またね、バイバーイ。